こんにちは、ナノです。パープルアプリやっていきます。今回はカンパチ君と太平楽高校行きましょう。で、今回招き猫と友達スタンプ持ってきてます。早速使います。イベントデッキこんな感じです。新島、もろい、サイガ、ノミ、雷で、カンパチ君と。で、まだ使ったことなかったので、お試し会を兼ねて新島と打撃を重ねられるキャラですね、使ってみようかなと思います。頭脳的リードで投手を引っ張る捕手、パワフルな打撃で攻撃時も活躍する、空腹時は思考力が低下するので常にカロリー補給してますと。なのででかいという話ですね。で、チャンスキャッチャーを打ちリベンジと、コツはかなり強いと思います。プラスミートコツと試合経験点にスペシャルタックが90、技術ボナ6と。うん。で、恐怖の満塁男確定なので、まあ、こいつ、正直かなり強くないかと。欲しいキャラの一人ですね、僕も。行きましょう。新島からで行くか。とにかく、セクチュは新島の評価を上げて、まあ、告白が来るようにしておきたいですね。いいね。で、今回も、まあ、バランスのいい選手を作るというよりは経験点がどれくらい出せるかっていうサクセスをしておこうかなと思ってます。で、まあ太平楽もおそらくこの動画が上がる頃には終わっているか、まあ終わる寸前くらいかなという感じですね。で、新高校がそろそろ来るんじゃないかなと。か、3000万 DL ですね。まあ、どっちかは来るでしょう、おそらく。で、まあ、友沢、新しい友沢が本当に楽しみだな。もう行くか。おお、ラッキー。うん、いいですね。体力を回復しましょう。新島だ。インコースは取って。チャンスメーカーはいけるかな。いけません。うん、ラッキー。あと1回くらい踏んだら行くでしょう。まあ、イベントが起きてくれればって感じですね。で、これでタイエスを押さえておきます。誰か光ったな。これで評価いったろ。うん。いいですね。これでいきそうですね。間違いなく。でいい。なんか全体的に評価いい感じかな。サンバ来た。もう新島を使うたびにこのサンバが見れるっていう。で、まあ普通の、なんていうかサクセスの話をすると、イブシ銀がもらえるのが大きいですね。脳みのコツ潰せるんでね。うおー、行きたいけど 70% は無理だな。おお、素晴らしい。あ、いいですね。これ脳みで回復しましょうか。休もうかと思ってましたけど。
うん、結構出てますね。よし、ナイス。ちょっと新島、はよ、安心させて。お、もう脆い、脆いはちょっと行きたい。走塁は無理っすね。チャンスメーカー取るか。あ、意外性取れますね。で、OK かな。うん、逆境は無理だな。じゃあ、これ取るか。うん、走塁ナイスでしょう。で、真ん中で体力を回復します。カンパチは打球伸び無理だね。はい、体力回復。忘れる前に取っていくか。逆境、逆境取ったのさっき。取りきれねえ。うん、カンパチ行きましょう。追い打ちリベンジはいけるかな。リベンジ無理だな。追い打ち取りますか。お、60か。65か。無理っす。うわ、でけえ、65。カンパチやばいぞ、これ。体力回復強っ。なんか割とめっちゃ強くないか、やっぱり。うん、シラスガチャって強かったんだな、やっぱり。おお、いい感じで踏めてますね。ちょっと走塁取れねえな。うん、僕には走塁が取れません。お手製ドリンクナイス。あれ、新島来てないな、まだ。新島以外はクソ順調なんだけど。だけ伸びいけますね。いや、いけない。便称が足りなかった。なんもいけないわ。雷のコツ。うわー、間に合ってねえ。まあ、新島いなくてもね。行きますから、急戦。雷だね。あー、無理。パワーヒー。パワヒぐらいしか取れないっすもんね。うん、オッケー。新島許すまじ。ただカンパチがやば強いな。ゲッツー崩しとか持ってますからね。気をつけよう。取れないや。っていうか、じゃあ回避した方がいいっすね。こっち行けますか。
うん、もろいか2回びっくりすればまあ元は取れますね。1回でも十分取れるかな。山西ささやき破りとかなんか面倒なの持ってんな。ちょっと便所欲しいですからね、ここでもらっておきましょう。うん、カンパチめっちゃ強いな。買い食いなんてダメだよ。どれこれ、どれにしたらいいの。一番下か真ん中か。精神54か。やる気が下がる。やる気は下げたくない。走塁と代打。うん、監督もいるしいいでしょう。ナイス。そろそろミートあげるか。うん、新島強いけどな。これも十分意外性ちゃんめインコース取ったな。はい、うん、まあ順調でしょう。新島以外は機能してますね、間違いなく。2900出てますからね。さすがに向こう行く？いやいや、騙されてはいけない。モロイが頑張ってくれますから。そして裏切っていきますから、みんな。うん、これ結構出そうだな、打撃タック次第では。お、素晴らしい、素晴らしい反監督タックが来ております。阿部走塁は終わってると。うん、これで飲み終わりですね。どう？いやミートコツがあるからな。打撃ですね。お、ナイス、体力回復。強っ。間髪の評価を改めないといけない。でも全く来ないっすね、新島。困ったな。もうイベントないはずだけどな。他呪い、
うん、なんか新島完走できなさそうだな。ただそれでも9000点乗りそうな雰囲気ありますね。まあ試合は勝てるでしょう。メンバー強いっすもんね。いや、カンパチいいな。カンパチ欲しいな。いや、結構本気で欲しいですわ。満塁とこう不確定だと思ってたんだよ、僕。確定なんだ。やばいな。片平。こっちの方が大きいか。体力戻します。うん、赤もいく。あ、やべえ、ゲッツ崩しのやつかな、こいつ。危な。ん、なんか春先の新社会人前に振られたのかな、彼氏に、みたいな感じの告白ですね。はい、こっちか、大きいな、ポイント。多分取れればですけどね。他のコツ取れるな。広角か、取れない取れない。うん、ラッキー。うん、いいですね、強っ。宮下、デート行ってる暇がないな。イコール順調ということ。才が、ああそうか、もうできなくなってるのか。じゃあデートします。確か3回5回派閥タッグを組むともうできなくなるので、それだけまあ注意と言いますか、使いすぎは良くないですよと。ただ今回やることたくさんあるんだよね、デートとか。まあ大丈夫です、そこまで意識する必要はないですね。うん、強いね。うん、まあそりゃそうですね。いい感じで踏めてますからね、もろいも。はい、素晴らしい。からの100点だな。でかっ。うん、監督一瞬行きたいかな。まあ、いっか。ナイス。やめて、やる気。
うわ、体力が。これはまずいぞ。精神しか踏めない。まあ、ダブル、うわぁ、まあ、いっか。これは休みますか。まあ、脳みも重なっててなかなか強かったですけど。いやぁ、ちょっとね。いや、踏めんわ。うん、そういうこと。待ったらいいことある。広角打法、はい。うん、まあカンパチミートコツが邪魔で何もできないな、正直。他は取れるんだけど。うん、経験点出しに行ってる時はやっぱカンパチ邪魔だったりしますね。おお、ナイス。ダブルタックでいいかな。95、103。あ、こっちの方がもらえますね。ういなんかすぐとてつもないポイント入ってんな。雷抑えられるな、多分。あとだけ伸びすもんね。うん、これはいけそうですね。高経験点。経験、経、合ってるよな。なんか神々になっちゃった。盗塁あげる？初球取るか。火事場。気持ち上げていきますか。まあ、新島はそうですね、クリスマス間に合わなくて今回は足を引っ張り気味ですが、結構ダブルタックの回数を増やしてくれてるので、まあ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 という感じですね。やっぱ打撃6かな。打撃6、ほんと技術がくそ回って逃げられないからきついんですよね。なんか筋力重ねとかだと、まあ、スタミナ逃げたり、精神だったら、闘志逃げたり、いろいろできるんですけど、技術はね、ちょっと辛いところがありますね。あ、スカウトか。でも何回目デート？ 3 回目じゃない次。ああ、4回目ですね。完走できるな、これ。うん、完走しましょうか。行くところないや。さあ、行きましょう。
抽選出ないかな。ワンアウトランナー一塁という場面で市村投げました。初球外れてもまずは様子を見ます。第2球やべスタート。ごめんやべくん、ただちょろちょろしないで僕の打席で。太平洋リードで迎える3回です。ワンアウトランナーなしという場面で市村、まあこういう気持ちなんでしょうね。その大きいホームランが打てる打者、まあ、ちょろちょろしないでって感じですね。僕はその野球をやっていた時はそんなにホームランをバンバン打つてか、ホームラン1本ぐらいしか打ったことない気がするな生涯でっていう感じの打者だったので、まああんまり自分がちょろちょろする方だったんですけど、逆にそうだよな、こんだけポンポンホームラン打てたら本当動かないでって感じですよね。打点減るからって感じですよ。オッケー、光れびっくりしろ、ナイス、おお素晴らしい。あとはまあ甲子園の練習次第っすね。お、完走してなかったのか、走んねえな本当イベント。うん、今んとこ無駄なくいけてますね。まあ、勝つためにねしっかりと基礎値も上げて、打って守って系を作っておくとね、体感勝つ確率が上がるような気がしますからね。打順も今3番でいい感じですね。第9投げたストレートはもうはっきりしたボール球。さあ次の投球、投げた、打った、これは強烈、いった、入った入った。太平洋リードで迎える4回です。先ほどホームランを放った市村、スライダー決まってストライク、バットが空を切りました。投げた、ボール、カウントアンボールワンストライク。第3球を投げた、これはいい当たりだ、いった。うん、試合の経験点はまあ大体大丈夫でしょうこれで。あとはおー矢部くんリードで迎える5回です。ツーアウトランナー1、ホームランバッターにいつなったんだ。今日2打点を挙げています。センター、太平洋リードで迎える8回です。今日3打席連続でホームランを放っている市村、掴みました、これでツーアウト。うん、まあちょっと強すぎますね打線が。これは負けないだろさすがに。ほい、いいよ、ナイス練習。ああもろ、 A が61か、微妙、一緒ぐらい、32ですもんね。こっちの方が大きいか。うん、まあ行きましょうかね。入魂取るか。ムード取ろう。うん、まあこんなもんですかね。ブンブらしいというかブンブらしいですけど、第5球投げました、汚ねえな、タイミング合いません。次は6球目、ボールだな、結局フォアボール、よく選びました。
タイエラ。この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番市村、第1打席はフォアボール。第2球投げてこないっすね、打てるところ。よく見ました。カウント1ボール1ストライク。投げた、ボール2ボール1ストライク。バッティングカウント。やはー、やべえ、打つんだ。投げた、ボール。ここはよく選びました。カウント3ボール2ストライクです。投げた、レストの人。なんとか合わせた感じですね。さすが、カンパチ。この回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは市村、投げた、ボール。これは外れます。第2球、投げた、うん、まあいいでしょう。見送ってストライク。第3球を投げました。カーブ見送ってストライク。第4球を投げました。めっちゃいいピッチャーこいつ。いいところですが外れています。カウントは2ボール2ストライク。アウトかな。大丈夫でしたね。市村ツーベースヒット。ただ抑え込まれてますね、普通に。太平洋レイドで迎える7回です。ここまで2安打。市村投げました。アウトサイドストライク。まずは見送りました。投球これから2球目。ボール。カウント1ボール1ストライク。第3球、打球はなんとか意地でねじ込みました。まあいいでしょう。精神惹かれ。38% 中の 8%。 うおー、うわー、100点もらうつもりがマイナス20点になっちゃいましたね。でもポイントそんな悪くないような気するけどな。では行きましょうか。多分乗ってないかな。乗ってると思うけどな。やばい。大平楽大展開で迎える1回です。バッター市村、アウトロー際どい球、ボール。バッターよく見ました。決まってストライク。投球はこれから3球目。ストライク。バッター追い込まれました。投球これから4球目。外角低め、ボール。カウンター2ボール2ストライク。伸びた、伸びて。 OK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 。 太平楽この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番市村。第2球、打球は右中間に上がっている。ヒット、ボールはセカンドへ。市村ツーベース。まあこの打順ならなんとかしてくれなかったか。太平洋大展開で迎える6回です。ワンアウトランナー。信じられるのも自分だけですね。さあ次の投球、ボール。カウンター2ボール。第3球は、いやー早い、スタンドに入りました。ファール。第4球を投げました。ストライク。さあ5球目、ボール。低め。カウントは3ボール2ストライク。さあ6球目、ピッチャー返し。フォーク打てんて、フォーク打てんて。おお、逆転した。ナイス。この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは市村。スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。膝元、ボール。膝元外れます。カウントは2ボールノーストライク。見送ってストライク。投球これから4球目、ボール。カウントは3ボール1ストライク。さあ5球目、うん、なんとか行きましたね。そうですね、サクセスで、まあ減点があるとすれば、新島のクリスマス正月と最後の今の練習グキいいでしょう。他はほぼほぼ、まあ、悪くない流れだったかなという感じです。乗ってるよな。
うん、なんとか9100乗ってますね。あとは本当にタック次第なので、まあ1万は結構頑張んないと無理だな、これは。ただ9000なら、まあ割と安定して出そうな感じのデッキですよね。さあ、なんか振るか。スキラーとか取れないんだけど、ダメだ、削るところがありません。まあいっか。そう、タイエース取れるから悔しいな。25だもんな。ミートとパワー落としたらいけるんだけど、どっちの方がいいのか。ミートの方が、ミートとパワー上げた方が良さそうな気もしますけど。乗らねえ。なんか何やっても中途半端だな。お、これ弾道と、お、上がりましたね。でいいでしょう。はい、ということで S6 ぐらいかっていう感じでしたね。うん。まあ、新島もそうなんですけど、カンパチめっちゃめちゃ強いっすね。カンパチめっちゃ欲しくなったな。うん。まあ、タックも申し分ないですし、イベントが確かに5回で重いんですけど、まあ、強烈に強いですね。体力回復と、あとは経験点。恐怖の満塁男確定っていうところも、非常にこの、濃み雷と組みやすいですね。精神ポイントをどこで使うかっていうところなので。カンパチマジ強いな。うん。僕の中でのカンパチ株がめちゃめちゃ上がりましたね、今回のね。で、まあ、太平楽はこんなもんかな。という感じですね。うん。まあ、太平楽は、9000点チャレンジは野手でもできますし、ピッチャーでもやれますし、という感じですね。僕これ野手でじゃなくて投手だよな。投手で行った気がするけど。あ、野手なんですね、案外。あ、これか。このデッキか。確かにこのデッキで行った。いろんなデッキで9000点チャレンジ、大楽はこだしましたんで、もしご興味ある方は、まあ、まだ達成されてない方か、どこか参考にいただけるデッキもあるかもしれません。で、他の高校もまあ少しずつちょいちょい9000点チャレンジ進めてますので、もしご興味ある方は一緒に見ていただければ嬉しいですというところですね。今回の動画は以上となります。ぜひ皆さんのLIKEボタン、コメント待ちしております。また Twitter のアカウント名とまとめサイトの直リンクをコメント欄に書いておきますので、フォローいただけましたら嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。